飽き性ってすごくいいと思ってて、ある意味でね。やりたいことはもう全部やったらいいじゃない。ただ飽きみたいな。なんかそんなことよりもやらなかったことの方が僕は絶対やばいなと思ってるんで。はい、サクッとチャンネルの翔一です。今回は、なんで旅をするのかあなたにとって挑戦とはの第3弾企画です。よし。今回は山梨支店の山賀雄一さんにお話を聞かせていただきました。山賀さんとはね、ミャンマー時代知り合って、そこからサラリーマンだったのを、家業の、山賀漆器店というところで、山賀漆器店、さらには、株式会社山賀、さらには紀州プラスというさまざまな、ね、立場で、いろんなビジネスをされている方です。家業とか漆器っていうのは、僕だけかもしれないんですけども、なかなか馴染みないんですよ、漆器。今まで手に取ったことないんですけども、まあ、ちょっと去年ね、おばあちゃんのプレゼントというところで、あ、山賀さんが漆器をやってるなというところでちょっとね、検索して購入させていただいたんですけども、それがなかったら漆器に触れることはもしかすると今後なかったかと思うんですよ。というところで、家業とか、なんか売り上げが上がって、ね、インターネット販売する売り上げが上がっていってると、で、販路を海外に広げるっていうところで、まあものすごく気になっている方であったので、今回インタビューをさせていただきました。というところで、いろいろと深掘りをしていきたいと思います。サンキュークエスチョンスタート。おう、そう、和歌山県出身で、海南市っていうところで、まあ、有名なのが智弁和歌山、野球で有名なが、もう本当目の前にあるような町で、です。で、まあ、大学卒業してから、まあ、大阪で働いていて、で大阪がまあ普通のというか、まあ、包装資材、まあ、箱とか段ボールとかを作るような会社の営業をしてました。で、その後にちょっと転職をして、まあ、それがちょっとしたきっかけで、まあ、和歌山県の電気工事の会社に、入りました。でそれが、まあ、ミャンマーのヤンゴンに事務所を作りますというところで、まあ、駐在事務所という形で入りました。でその後、まあ、そこで3年ほど働いた後、2016年に、家業である、まあ、漆器店、まあ、漆器店の器とか お箸とか作ってる漆器の会社に戻ってきて、今はその漆器店をやっていますというのが、まあ、ざっくりとした流れです。 LC みたいな感じであるんですけど、山賀漆器店が、まあ、5、60年ぐらい続く、まあ、ちょっと定かではないんですけど、ただ諸説あるのでそうだな諸説あって、で、まあ、漆器の製造ですね、まあ、ちょっと塗りとかこの加工をしたりとかっていうその製造会社で、で、もともとそこのインターネットも、まあ、うちの父親がやってたんですけども、その部門を実は僕ミャンマーから見てたんですよ、副業で。お金もらってないですよ。あの、まあ、インターネットの今いいところって、日本の仕事をミャンマーでもできるわけじゃないですか。で、ミャンマーにいるときに、まあ、言うて仕事ってまあ8時間まあ、やったとしても残り16時間あった場合、1日ね、結構ミャンマーってそのすごい雨降った日は外出にくかったりとかって結構した日もあるし、暇な時もあったんで、じゃあちょっとだけ家業の、まあ、ネットでもちょっと触ってみようかなって思ってやり始めたら結構楽しくて、それまでその漆器店に戻ろうとかって実はあんま思ってなかったんですよね。むしろどっちかっていうと、僕英語の教員免許持ってるんで、そのミャンマーに駐在したっていう経験を生かして日本に帰って英語の教師になったら、まあ、元駐在員の英語の先生って意外といないじゃないですか。学校の先生でもともと実際駐在してた方って全然いないと思うので、それを生かしてそういう方向でやるのも面白いかなって思ってたぐらいやったんですけども、でもまあネットをやるうちに、あ、結構これ伸びるなとか、あとまあ普通にミャンマーのその政府の方とかに、まあ、政府の方とつなぐような仕事をやってたんで、まあ、お土産として日本の漆器とかを持って行ったりとかしてたんですよね。で結構喜んでもらえたりとかしたんで、あ、うちの、まあ、家業としてやってる仕事って、まあ、なかなかこうみんなに喜んでもらえる仕事だなって思ったりだとか、で単純にインターネット販売っていうのが普通に、あ、これ面白いなみたいな、個人的にもっとやりたいなって思って、で、まあ、山賀漆器店の、まあ、店長って書いてますけど、まあ、一応、まあ、こじんまりしてるんで、一応、まあ、
ネットショップっていうのがある中で、ネットショップの一応店長っていう枠組みで一応店長してますっていう感じです。それが山形漆器店長ということで、あと2つの主な事業というかやってることを教えていただけますか。はい、株式会社山形、さっきじゃあ紀州プラスの方に行くと、紀州プラスはまあ山形漆器店として帰ってきた翌年2017年から僕はまあ設立じゃなくて参加をしてるんですけども、途中から、要は紀州漆器ってあまり日本国内であまり有名じゃないんですよね。まあ、新潟でいうとほら燕三条とか新潟でしたっけ、これはブランド、まあ、工芸品として有名な産地って、まあ、漆器だと会津若松とか輪島塗って有名なんですけど、うん、そんなに有名なブランドではないので、でもやっぱり これからブランディングしていかないといけないという時に、まあ、海外で何か受け入れられるものを作ろうっていう風な動きがあって、でその中で、まあ、僕、まあ、ちょっと海外とか出てたっていうこともあるので、その、まあ、どうせ海外フランスのパリとか展示会に出ようって話があった時に、まあ、一つ声かけてもらって、まあ、設立するちょうどタイミングだったので僕も途中からジョインをして、まあ、ヨーロッパで受け入れられるような漆器の技法を使った、例えば今だと照明器具とか、なんだろう、インテリア雑貨とかを今作って、だからまあ従来日本で売れてるようなお盆とかお箸とかお椀とかではなくて、もっとこう照明器具とかもうちょっとこうヨーロッパ向けのものを今作ってるっていうブランドチームが紀州プラスというものです。で、株式会社山形の方が、まあ、これもちょっと面白くっていうか、イレギュラーなんですけど、実は山形漆器店に戻りますと、ミャンマーのそれこそ桜タワーの20階、覚えてます、桜タワーの20階、ヤンゴンにある、うん、そこで当時 その電気会社の社長とお話をしまして、2016年当時3月に、もう辞めますと、まあ、2016年3月に辞めるために2015年の、まあ、末ぐらいですかねに、辞めるというか、まあ、ちょっと家業をやりたいと、もちろんミャンマーの仕事もすごい好きだったんですけど、ただまあ家業を戻ってまあネットショップとか増やしていきたいし、むしろこの漆器の事業を使ってもっと個人的にミャンマーとかいろいろ、まあ、今もミャンマーの商品仕入れて販売とかもしてるんですけども、もっとこう自分でできる仕事を増やしていきたいなって思った時に相談をしました。すると、まあ、もともとお話した通り地方の会社でなかなかじゃあ僕の代わりを誰かパッとすぐにアサインできるわけではないって、やっぱ大手企業だったらね、誰か辞めたら誰か入るっていうだけでいいんですけども、なかなかじゃあ僕ミャンマーにもう3年ぐらい住んでいて、じゃあそれを簡単にパッと移れるってはなかなかなかったので、そこで社長と話して僕は業務委託契約を結んだんですよね。で、山形雄一という個人として個人事業主として2016年の4月から僕は山形漆器店の従業員でありながら、山形雄一として前の会社の方と業務委託って言って契約を個人で結んで、でミャンマーに何ヶ月に2ヶ月1回ぐらい出張ベースで来て、でそのプロジェクトを回してほしいっていう風な形になったんです。でそれが2016年の4月から始まって、でそれがまあある程度継続的につながってたし、まあ、それ以外にも自分でそのミャンマー関連とか海外の輸出輸入とかっていうところも少し始めてたので、山形漆器店は漆器の製造とかネットショップ一部っていうところと、山形雄一っていうところが少し広がっていったので、2017年の1月に株式会社山形という山形雄一を法人化をして、今だからそういう海外の輸出輸入とか、あとまあネットショップも僕まあその山形漆器の方でやってるんで、たまにこうネットショップ教えてほしいっていう依頼があるんで、そっちを株式会社山形の方で受け負ったりとかっていう仕事をしてます、うん、そうですね。でもなんか、まあ、漆器はまあもっとこう和歌山の漆器っていうところはやっぱ皆さんほとんど知らないので、まあ、僕たちがこう活動を頑張れば頑張るほどやっぱり少しでも、ね、今回村中さんとこうお会いして、あ、和歌山に漆器あるんだって僕と出会ったから知ったような方っていっぱいいるじゃないですか、ミャンマーでも。そういう活動はやっぱりどんどん、あの漆器っていうこの製品だけじゃなくて、こう話すとかこういういろんな方と接するっていうだけでも、まあ、知ってもらうきっかけになるんで、その辺はまあ、活発にやっていきたいなと思いますし、まあ、紀州プラスみたいに、まあ、製品としてこう価値のあるものをたくさん作って、まあ、全世界的に広げていきたいっていうのももちろんありますし、あと株式会社山形としては基本的にはこう和歌山をこう楽しくっていうのがほんま基本コンセプトがあって、でじゃあ結構一見してこうネットの
コンサルというか、まあ、いろいろ相談乗ったりだとか、ASEAN をつなぐメディアサイト作ったりだとか、まあ、そちらでもちょっとネットショップでやったりしてるんですけども、結構一見ブレブレだと思うんですけど、まあ、基本的にメディアをするとかもそうですけど、やっぱこう和歌山のいろんな個々人、まあ、小さい会社も含めて個人で頑張ってる方をこう陰でこう支えるみたいな仕事っていっぱいあるんですよね、うん、だから ASEAN の そのメディアサイトっていうのも、例えば JICA の協力隊に行きましたとか、過去に現地採用でどっか行ってましたっていうのも意外とみんな知らなかったりだとかするんで、そこをピックアップしてもうちょっとこうなんか取り上げるような記事があれば、その人が例えばどっかに例えば就職活動するときに、例えば協力隊の時期こういうことしてましたっていうものがちゃんと明細に載ってれば、あ、この人こんなことやってたんやっていうのが分かるし、逆にこう技能実習生としてベトナム人とか、まあ、ミャンマー人は一部ですけど、今和歌山に結構技能実習として来てるんですけど、例えばどこどこの病院の介護士としてベトナム人が3人6人働いてるって意外とみんな地元の人も知らなかったりするんで、そういう人とか頑張ってるんだよっていうところをやっぱもっと県民の方とかに知ってもらうことで、やっぱ技能実習の人も来やすくなったりだとか働きやすくなるっていう、このジャブみたいな仕事はやっぱこの株式会社山賀ではやっていきたいなっていうふうに思います。たくさん売り上げを上げるっていうよりかは、こうもっと和歌山の目に見えてないみんなが拾えてないところをもっとピックアップしたいっていうような思いはあります。何なんですかね、別にあまりこだわりないのかもしれないんですけどね、実は言うと、うん、ミャンマーでも本当良かったかなってぐらいなんですけど、まあ、たまたま、まあ、家業が、まあ、特にこだわりないです。生まれたからだぐらいですかね、うん、家業を継いだのもチャンスだった。 なんで家業、まあ、だから本当にもともと続きなかったですけど、やっぱミャンマー行って、やっぱそのこの商品喜んでくれる人とかを見て、あ、意外とここにも出るんやって思ったぐらいで、まあ、本当ネットショップやってみて面白いなと思ったんで、逆にこれそれこそ東京とか大阪の会社に出るっていうのも一つかなと思って、ちょっとだけ会社探してましたもんね、未経験でも。本当にこれ習得していってもっともっと上に上がっていったらもっともっと稼げるんかなとか、うん、そんなことを思って、まあ、ネットショップで稼ぐって結構面白いなって思ったんですけど、まあでもそれもなんかさっきの話と一緒で、なんていうかな、別に家業でそれをやってるんだったらそれを使わない手はないなみたいな感じで、うん、まあ、それでもしうまくいかなかった、もしそれでもし例えば家業と、まあ、親とうまく価値観が合わないとかって多分いろんな人もあると思うんですけど、もし合わなければ別に転職すればいいやって、僕はまあそれぐらいの軽い気持ちで帰って、うん、でまあそれがまあ別に今のところはまあ問題なく進めてるっていう、いやいきなりはないですけど、でも多分嬉しいのかどうか分かんないですけど、まあ、基本的には戻ってきても将来はないよって言われてたんで、ね、シックは買わないじゃないですか、僕も多分村中さんも基本買わないと思うんで、その時にやっぱり僕もまあ基本これから衰退だろうなっては思ってたんですけど、やっぱりそれもミャンマーでネットをやってて実際に売り上げが増えてるっていうのが実質的に見えてたんで、あれ？なんで売れるんやろ？誰が買うんだろうっていうところで、まあ戻ってきても将来ないよって言われながら実際数字は増えてるわけで、いやいやこれってなんか届けてないだけじゃないのみたいなとかちょっとあって、実はいいもの作ってるのに自分たちが卑下して、いやこんなん売れへんからとかで言いながら、いやいやもっとこっちに売ったらいいやんとか、それこそ去年、まあ、株式会社山賀の方なんですけど、香港のお客さんから注文があって、まあ、コロナの前なんですけど、で、まあ、2回ぐらいオーダーがあって合計100万円ぐらいですかね、一社で注文あったんですよ。それもまあ僕としては結構大きな出来事で、なんか日本の中で売れるって言っても結構パイを取り合ってると思ってて、うちで買わなかっても多分 B 社さん C 社さんで同じものが似たようなものが手に入ると思うんですけど、香港からの注文を取るって他の会社なかなかできないんだろうなと思ってて、それはまあ言葉の問題もあるし、まあノリもあるんですよね。結構海外の人って結構、ね、まあ、日本の特に伝統工芸の人とかってそういうリスクを負ってまでそんな海外の人を取引したくないっていう人結構多いんですけど、僕はまあちゃんとメールと LINE とやってたんですけど、あ、この人誠実やなと思ったし、電話もやったんですよ一回で、結構年齢も近くて、あ、結構いいなと、で前金で全部払ってきてくれたんですよね。2回は50分、うん、そう、車種一括で2回分で分けてくれて、あ、すごい誠実だなと思って、ちゃんとオリジナル商品作りたいってことでオーダーをしっかりと向こうのデザインとロゴを入れて
オリジナル商品を作ってあげて納めた。じゃあ向こうがわざわざまた和歌山に来てくれて一回遊びに行くわみたいな感じ でそれはまあ向こうが海外日本旅行好きなんで大阪とか神戸に旅行するついでに和歌山にも来てくれて、じゃあこれからもっとやっていこうねって言ったのが去年の12月で、でそれあ去年と一昨年の12月かで、1月からコロナ2月からコロナになっちゃったんで、まあ、去年は全然止まっちゃったんですけど、まあ、あれもなんか一つ大きな出来事で、あこれも全然香港のある地企業から100万円のオーダー入るってことは、他の香港の会社も台湾の会社も中国本土の会社、もしかしたらタイとかミャンマーでもうちたちの作ってるものをちょっと変えたらまだまだ売れるんじゃないかなっていうところを掘り下げてもないくせに、この業界あかんあかんっていうのは僕は間違ってると思ってて、それはまあなんかこの自分が家業として戻ってきてやってて面白いことかなっていうふうに思いますね。そうなんですかね。まあ基本は楽しく生きたいなっていうのは基本ずっとあって、それはまだずっと明日から僕なくて、まあメリットデメリットあるんですけど、やっぱりまあ自分としてはその最初に仕事辞めたりとかってしたのも、まあ、今となってはすごいちょっと後悔もしてて、まあ、あれがなかった場がないと思うんですけど、まあ、基本的にやっぱ楽しいなって思うことを考えたから辞めてるんですよね、実は。でもやっぱり自分が経営者になってみて、人を雇って辞められたら結構しんどいやろなとか、うん、それはめちゃくちゃ思うんで、あの時はもう本当申し訳ないなと思っていて、で、まあ、有名というか、まあ、でも基本的に楽しいことはずっとやっぱやっていきたいなと思うんで、まあ、なんかそれをまあ次、じゃあ、今こういろんな人と関わってるんで、そう還元したいな、まあ、まだこの33でなんて言うことじゃないかもしれないですけども、まあ、ご相談とか乗って、まあ、声かけてもらったら基本的には全部答えるようにはしていて、なるべく。でそれはやっぱりいろんな人とかそういうきっかけで、それを、まあ、きっかけまた楽しみことが増える可能性があるじゃないですか。ネットショップとかにしても、もしかしたら自分でこうやりたいんですって言った時にちゃんと相談乗ってあげて、で向こうも基本お金がかからないやり方をやってあげて、でせっかくきっかけつかんで楽しいなっていう思い、僕はネットショップやって楽しいなと思いだから増やしてあげたいし、でメディアサイト作ってるのも自分がミャンマーに駐在したことって結構楽しかったんですよね、めちゃくちゃ。でたまたまなんですよ、僕別に大手企業に入って駐在のある会社に入ったわけじゃなくて、たまたまいろんな活動をしてだから声かけてもらったんですけど、でも僕まあ向こうに行ってみて、減災とか、まあ、駐在員とか、なんだろうな、まあ、本当減災にしてもさ、飲食店にとか、ね、例えばバンコクだったら本当に、まあ、コロナ前だったら日本人誰でもいいから募集みたいな会社いっぱいあったと思うんですよね。とりあえず現地にいてるくれる方誰かいないかなみたいな。でもそういう働き方って僕前まで知らなかったので、でもそういう方で楽しんで活動してる方ってたくさんいてましたよね、ミャンマーにもいて。そういうことをもうどんどん和歌山のメディアとして見せてあげて、例えばまあ当時僕24とか5だったんですけど、何かこの仕事嫌だなと思ってる時に、何か人生変えたいと思った時に、あこういう活動して海外で働いてる人いるんだと、でこれって僕語学力なくてもいけるんちゃうみたいな。海外で働くって村中さんもご存知の通り英語力とかいらないじゃないですか。僕も全然こんなにいらないんですよね。でも他人もいる人って、いや僕こんな帰ったことないとか、僕別にミャンマー語喋らんからって言って多分いけないんですけど、でも全然そんなことなくて、現地採用とかだったら全然日本語だけでもまずなんとかなる。でそういう事例をいっぱい発表してあげて、なんかこう一個きっかけをこういろいろ例を出してあげたら、その人も楽しくなったりとかするし、で最近も、まあスティーブ・ジョブズいるじゃないですか。すごいでかい、もう 超すごい人です。まあもうね、亡くなりましたけど。で、よく彼が卒業スピーチで言ってたコネクティングドッツって言葉あると思うんですけど、要は、点と点をつないだら線になるみたいな話で、で僕はそれを、ね、彼はそう思ってやってるのかもしれないですけど、僕はたまたまそうなってるなって、あと、こう人生振り返ると思うことが多くて、例えば、なんだろうな。なんか ラジオのハガキ職人が好きだったんですよね、中学校の時。でその話をしたら実はテレビのとこに入れたんですよ。でテレビは正直合わなくて、もうそれは申し訳なくて辞めてしまったんですけど、まあ、それはそれで辞めたってことがちょっと今後ろめたさになって、今はこういろんな方に還元したいなってちょっと思えてるとか、あと英語が好きだったから大学英語行きました。でインターナショナルクラブっていうところで毎週遊んだりとかしてたから、ミャンマーに転職できてるわけじゃないですか。
でミャンマー転職したおかげでなんか日本の文化っていいなって思って漆器店やってるわけで、でネットショップを楽しいなと思ってやったらネットショップやってて、それが今講師になってコンサルやってるとかで、結局ネットショップやったから和歌山の ASEAN メディアを作る、ね、WAT っていうメディアサイトを作ろうと思った時に、自分がネット、ね、ウェブ強くなってて ASEAN に行ってたから、そういうつながりも強いから作ったら、僕結構いろんなそういう人知ってるからつなげれるなとかって、もうこれを作りたいからっていう行動って一個もないんですよ、僕。全部やってた後、全部あとつなげてるだけなんで。で、例えば今回こうお話しいただいたものとか、別にその損得何も考えずにとりあえずやってるものって、絶対後からあれ本当やっててよかったよねって思うことしかなくて、まあ、もちろん大変なこともいっぱいあるんですけど、まあ、振り返るとほとんどその時しんどかったけど、 あの時に出会ったあの人と今つながってるなとか、あの時めちゃくちゃもしんどかったけど、まあ、あの時のあの経験良かったなって思うことしか基本がないんで、あのコネクティングドッツって言葉を聞いた時に、あ、めっちゃこれやと思って、まあそれはもうね、ジョブズさんはもう規模感がすごすぎますけど、やってることって基本でもなんか感じ方は結構一緒かなっていうふうに思います。でもまあ僕はいい言葉だと思うんですけど、あの飽き性なんですよね、多分基本の性格が飽き性で、飽き性って僕すごくいいと思ってて、ある意味でね。でもちろんこう突き詰めることってすごい大事なんですけど、やっぱ楽しくなかったら続かないとは、僕は続けれない人間なんですよ。で楽しくなくても続けれる人間って、やっぱその先ほどお伝えした3名とかですごいもう愚直にこうできるんですけど、もう僕はもう基本的にまず楽しいかどうかは基本大事にしてて、でその中で楽しいことをするためにこの仕事を作ろうとかっていうところなんで、チャレンジというか、まあ漆器店の例えば売上を伸ばしていくだけって、僕の中ではじゃあそれは最後の絶対しないといけない、もうマストな仕事で、売り上げもちろん伸ばしたり、あのお店としても品質を良くするとか商品を作るっていうのはもちろんいいことなんですけど、それと例えばメディアサイトを作るって全く別のことなので、なんかそれがそこをなんか一緒に方なんかやりたいことと絶対しないといけないことって全然違うから、やりたいことはもう全部やったらいいんじゃないのと。たださっきみたいにやりたいことをやったせいでこっちがおろそかになっちゃいけないなとか思うので、そこは気をつけながら、まあなぜ挑戦するのかっていうと、いや楽しそうだからまずやりますと。でやって、例えばあの、まあ、基本ずっと続けるつもりですけど、続けれませんでした、1年で辞めました、例えばなったとしても、それって別にそんなにマイナスないじゃないですか。なんかそんなことよりもやらなかったことの方が僕は絶対やばいなと思ってるんで。なるほど。まあまあでも一つはそのどうかな、大切にしてること、でも本当に今言ったみたいにやっぱりあり方は大事だなと。まあ僕は人の受け売りなんですけど、これからは なんでこの仕事をするかじゃなくて、どうやって、なんでが大事っていうことですね。なんかどうやって仕事するかって、ハウってこう手段じゃないですか。例えばネットショップで売るとかお店で売るとか、まあ、直接届けるとか、まあ、デリバリーするとか、まあ、何でもいいんですけど、それってどうやって売るかなんですけど、なんでこの商品作ってるんだっけっていうところって結構僕大事にしないと、結構これからブレてくるなと思ってて、ただただ物を売ればいいのかとか、こういうものをちゃんと届けたいのかっていうところはしっかりと意識しないといけないなって思ってるんで、これからはそういう自分がこうなんでこれをしたいのかとか、あり方もうまさにこう今日の質問とかを、まあこうね、自分がこう話すとまた、あそうそうこれこうやなって自分で思い出すんで、なんでこれをやってるんだろうとか、例えばメディアサイト作ったので何なんだっけっていうところは常に意識しながらやっていきたいなっていう、そのあり方っていうところは大事にしてます。あとまあもう一つは、まあでも家族は本当大事ですね。やっぱり家族ができてからやっぱりね、いないともう本当に際限なくできるんですけど、やっぱ責任とかもやっぱりね、そのある程度こう制限がかかる方がこうこのためにしっかり出らないといけないなっていうか思うんで、そこはやっぱ大切にしたいなと思ってますし、あとはどうですかね、3つの何でしたっけ、3つの
大切にしていること、大切なこと、大切なこと3つあり方、まあ、あと家族と、あとは何ですかね、やっぱでも楽しむことですよね。でもあり方でもやっぱり楽しみながらじゃないと本当に意味ないと思ってるんで、まあそれはまあその2つ目の家族と楽しむためにはこの仕事をどうするかとかも含めてなんですけど、でも結局どっかに無理をがね生じるとやっぱ継続できないんで、継続することが大事なんで、そこはやっぱ楽しみながら継続しつつ、でもやっぱあり方も大事だし、まあ、そこは、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃなってきた、売り上げとかもしっかりと大事なんで、そこは見ないといけないんですけども、その売り上げだって自分がしんどい、まあ、しんどい思いして作らないといけない場面も絶対あるんですけども、でも最終的にはやっぱ楽しみながら作れる方向をどう自分の性格にあって持っていけるかっていうところはやっぱ意識しながらやってます。だからあり方と家族と楽しむっていう気持ちで、今回は山菓子器店の山賀祐一さんにお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。今回ね、まあ、この番組は15秒ぐらいの最初にハイライト動画を作っているんですけども、今回もやはりね、たくさん心に刺さった言葉があります。飽き性っていい、やりたいこと全部やったらやらないことの方がやばいっていうね、他にもたくさんね刺さった言葉があるんですけども、やはりねその環境を変えるとかで、今まで山本さんはサラリーマン、まあ、転職はね何とかされているみたいなんですけども、ここから家業に戻ってきても地域業界は将来ないよと言われながら戻って、ただ販売をインターネットっていうところとか、海外っていうところで新たな道を、ね、切り開くいるっていうね、なんかねやはりね物事って、まあ、僕もそうなんですけども、やっぱ日本ってビジネスをしていく上でターゲットの人っていうと、日本人の1億2000万人ぐらいだけをターゲットしている。これをちょっとじゃあ世界に目を向けようというと77億人いるんですよ。もちろんいろんな国がありますけども、もちろん年齢層もありますけども、それをちょっとパイを変える、視点を変えるだけで、やり方とか可能性の無限に広がるっていうところで、山賀さんはチャレンジしていっている方なのかなと思います。いくつかのね、ぜひこれを見ることをお勧めいたします。はい、山賀さん今回はありがとうございます。これからも、なんで対応するのか分からないこと、挑戦とはこの番組続きますので、ぜひお楽しみください。またまたね。